こんにちは、金井博史です。今日は受験勉強について語りたいと思います。まあ語る資格があるかどうかわかりませんけど、受験勉強は随分いっぱいしました。高校の3年間、2個目の大学受ける時のフリーター時代も含めて、5年くらいずっと勉強をしてきたので、多少参考になるところあるかなと思います。結果から言うと、東京大学は落ちました。で、東大に落ちた人が行く私立の大学には入りました。多少勉強については語れるかなと思います。昔死闘娯楽っていう言葉があったんですよ。本当に何十年も昔、死闘娯楽っていうのは4時間勉強あ違う違う4時間しか寝なかったら受かる、5時間寝てるようなやつは落ちるっていう意味の言葉です。死闘娯楽っていうのがあったんです。まあ当時は狭き門だったわけですよ。若者の人口も今よりはるかに多かった時代なんで、そのくらいガチでやんないと受からなかったっていう時代があったわけです。で、今まあ少子化になったり、その社会がどんどん変化しているので、この受験勉強の持つ意味っていうのもだいぶ変わってると思います。もちろんその大学に行かないっていう選択肢もあると思いますし、余裕がある経済的にできるんだったら、もういきなり高校から海外の大学に行くっていうのも全然ありだと思います。ただある程度一定勉強ができる人っていうのはやっぱり大学には行った方がいいと思います。理由はいっぱいありますけどね。勉強が苦手な子は行かなくていいと思います。辛いだけなんで、一定程度できる子は行ってください。それは大学に、その死闘娯楽なんですけど、私はこれをちょっと入れ替えて五島志らくっていうことを提唱したいんですね。五島志らくで、これは睡眠時間の話じゃなくて、勉強時間の話です。五島なんで、1日5時間勉強すれば受かる、4時間だったら落ちる、五島志らくで、これ逆に考えると、1日に勉強するべき時間はマックス5時間っていうことです。5時間じゃ受かんないよ、6時間、7時間、8時間やんなきゃ受かんないよって思うじゃないですか。でも、そんなに6時間も7時間も勉強しなきゃ受からないような大学は、あなたの身の丈に合ってないんですね。厳しいことかもしんないけど、身の丈に合った大学っていうのがあるんですよ。じゃああなたが男性でも女性でもいいんですけど、本当に容姿が素敵な俳優とかアイドルと付き合いますかって言ったら付き合えないんですよ。そんなこと誰でもわかるじゃないですか。それ憧れは持ってますよ。あ、素敵だなって。でも付き合えないわけです。それはなぜですか？身の丈に合ってないからです。で、そこを受け入れるんだったら大学受験も身の丈を受け入れてください。まあ5時間くらいの努力はしていいと思いますよ。その若い頃に17、18くらい、まあ浪人してたら19、20歳、そんくらいの若い時期にガッと1日5時間くらい集中するっていうのは、それは大事な経験だと思います。だから5時間やってください。で、5時間で受かるところがあなたの身の丈です。4時間だとちょっと落ちるかもねっていう感じ。4時間だと受からないとは言ってませんよ。4時間だと落ちるかもね、5時間くらいはやろうねっていう話です。で、その5時間くらいで受かるところがあなたの身の丈なんで、そこを受けてください。そんな超人的に勉強しなくていいですから。別にいいですよ、できる人はやってください。そんないっぱいできるっていう人は。それはじゃあ全受験生の何パーセントですかって話ですよね。人間の努力できる時間っていうのは生まれつき決まってるんですね、ほとんど。で、小学校の頃、中学校の頃を思い出してください。クラスにいろんな子がいましたよね。おそらくあなたが高校に入った瞬間にその人たちは教室からいなくなったはずです。今この動画を見ている、まあある程度の大学を狙ってる受験生っていうのは、それなりの進学校にいるはずですから、もうクラスの中にそういう人はいないわけ。いないけど、社会の中にはいっぱいいるんです、いくらでも。ある人はもう全く勉強っていうことができません。机に向かって本やノートを開いて何か作業をするってこと自体ができないんです。のび太がそうでしょ。のび太はそういう子なんですよ。
で、一方30分くらいだったらある程度集中できるって子もいます。1時間っていう子もいます。1時間が限度、社会のアベレージはまあこんくらいだと思います。1時間くらい、あとはちょっと厳しい。で、この動画を見ているある程度の進学校に行っている人たちっていうのは、まあ1日2時間とか3時間くらいはまあ最低できる。これを勉強の才能っていうんです。勉強の才能ね、ある程度集中して努力ができるっていう、そういう勉強の方面における努力の才能を持ってるわけで、これは全部グラデーションだから、本当にすごい人は1日10時間とかできるんです。あの、東大法学部から、私がいつも動画で言ってる東大法学部から財務省に入った女性の山口さんっていう人はそういう人で、で、自分はどの辺なのかっていうのを見極めるのがこの受験生の時期な。あなたは10時間超人的な努力ができる人なんですか？ 8 時間なんですか？ 5 時間なんですか？ 3 時間なんですか？ 2 時間なんですか？っていう、この自分の努力の才能のキャパシティ、容量を見極めるのが受験生の時期です。頭の良し悪しとかっていうのももちろんあるんですけど、それよりもここを見極めるべきだと思います。努力のキャパシティをこの時期に見極めてください。もちろんそれは普段は高校の授業があったりいろいろあったりして、そんな5時間はできないと思う。だから夏休みとかですよ、土日とか、本当に1日フリーな時間に、じゃあその5時間の努力ができるかどうか、で、できるだったらその5時間の努力っていうのをこう続けるんです。その土日とか夏休みとかで、それで入れる、それでやっと滑り込めるくらいの大学があなたの身の丈です。で、それを受け入れるしかないわけ。まあ1年くらい浪人してもいいけど、浪人したからって成績上がるわけじゃないですよ。だって繰り返しますけど、キャパシティは決まってるのも5時間しか努力できないというか、5時間しか努力できない人は5時間のキャパシティしかないんだから、もうそれを受け入れるしかない。これは一生懸命やったからって増えないんですよ。あなたの胃袋と一緒。めっちゃ食べる人いるじゃないですか。本当にそんな食うのっていうくらい。じゃああなたが頑張ったらそれだけ食べられるかって、食べられないですよ。で、無理に食べても吐いちゃったりするわけ。栄養がちゃんと吸収できなかったりするんで、意味ないから、それやめてください。自分の胃袋の大きさとか、その消化できる能力っていうのを見極めるのがこの時期だから、後藤志らくです。寝てくださいね、ちゃんと睡眠時間はちゃんと取ってください。後藤志らくで、後藤志らくって言ったけど、人によっては4頭3濁だったりするわけ。3頭2濁とか、それを自分で決めればいいんじゃないでしょうか。まあ、マックス5時間ですよ。それ以上やんなくていいです、勉強は。そんくらいでいいと思います。そんなガンガンやんなくていいですよ。やりたい人はやってください。やれる人、やりたい人はやってください。まあ、そこまで自分はものすごくできないなって思ってる人が大半だと思うんで、そういう人は5時間くらいでいいと思います。5時間集中すればいいですよ。物理的にその自分の自宅の机とか自習室とか図書館とかに物理的にただ座ってるだけだったらできますよ、もっと長い時間でも。大事なのはどのくらい集中してるかでしょ。頭がどのくらいちゃんと回転してるかってことが大事なの。じゃあ1日8時間勉強しました、素晴らしいと思う。でも8時間本当に集中してたんですか？ボケっとしてたんじゃないですか。って考えると、本当に密度の濃い時間っていうのはもっと短いはずなの。それが本当に密度の濃い時間が5時間なんだったら、それはすごいですよ。もう人口の上位 1% くらいだと思ってください。100人に1人だと思ってください。で、5時間そうやってガッてやって東大に行くんだったらそれでいいと思うし、東大に行けないで早稲田とか慶応だったらそれでいいと思うし、それがあなたのキャパシティだってことをまずね、受け入れること。努力が足りなかったんじゃないの。足りないんじゃないんだよ。努力が足りないからなんとか大学に落ちたっていう言い方は、じゃあ努力が押してれば
入れたっていう話になるじゃないですか。でもそもそもその努力のキャパシティを生まれた時に決まってるんだから、もっと努力をすればっていう言い方はナンセンスなんです。もっと努力なんかできないんですもっと努力はできないの。それをちゃんと理解してくださいそのもっと努力っていうのはありえないんです。あなたが一生懸命やった努力があなたの限界なの。いや、もっとできる。いや、もっとできる。いや、もっとできないです。もっとできないです。それは、大学受験が終わって、5年、10年、15年と、その後の人生を生きていけば、より一層はっきりします。あなたが受験生、浪人生の時に、一生懸命、自分なりにやったことが、あなたのキャパシティです。それ以上伸びたりはしないですよ、基本的には。マックス5時間、頑張ってください。夏休みとか土日とかもう5時間で決めてください。5時間、それ以上やらないの。6時間も7時間も5時間マックスね。だから4時間って決めてもいいわけ。3時間でもいいの。自分の中のマックス勉強時間を決める。その時間は本当に集中してガッてやる。でその時間で終わらなかったらもう次の日に回してください。いや1日この参考書は何ページ進めるんだ、この問題まで解くんだって決めてても延長しないでくださいそういうことしなくていいですからその5時間って決めた枠の中でやるっていうことが大事。残業はしません。でもちろんね、こういうこと言うと、それで受かるのかな、受かるかどうか不安だよって思うと思うんですけど、最初に言ったようにそれで落ちる大学は身の丈に合ってないっていうことね。で、これは資格試験とかもそうですよ。難関資格って言われる、ね、司法試験とか、公認会計士とか、まあ5時間で受からないと思うんだったら、それは身の丈に合ってない資格だから諦めてください。やっぱりこの、特に10代後半の時期って、すごい強いコンプレックスがあると思うんですね。私もそうだったし、あなたもそうだと思うんだけど、ものすごい強いコンプレックスがある。で、ものすごい強いコンプレックスと、でも、私、俺はすげえできるはずなんだっていう、この根拠のない万能感があるの。これが若い時の特徴。コンプレックスと、それと対照している万能感ね。これが入り混じってるわけ。だから、有名な大学に行きたいとか、思うわけ。そこでそのコンプレックスを解消したいと思う。で、その気持ちは自分もそうだったし、わかります。すごいわかる。解消したいの、コンプレックスをみんな。辛いから。だから、もっと難しいとこ、難しいところって思っちゃうんだけど、まあ残念ながらというか、それは生まれた時に決まっているので、その合格発表の時に、明らかになった結果を見て、こう、諦めるって、いい意味で諦めるっていうかね、その自分はこんくらいできるはずだと思っていた期待値を下げるっていうことも必要だと思います。で、人生が幸せになるかどうかっていうのは、もちろんその学歴とかっていうのも関係してないわけじゃないんですけど、学歴よりもコミュ力だと思います。もう今は。人とストレスなく関われるかどうかっていうのがすごい学歴なんかよりももっともっと大事なの。ある程度その勉強はすごいできるけど、やっぱりコミュニケーションが苦手っていう人たちが世の中にはいっぱいいて苦労してるんですよ。例えばその男子校、中高一貫の男子校とかに行っていて、男子校だったら周りにいるのは男子だけで、しかもその男子の中でも自分とこう、フィーリングが合うちょっと地味系の男子のグループでつるんでたりすると、その自分のコミュニケーション能力の低さに気づかないわけです。で、大学とかに行ってなかなかうまく女子と関われなかったりとか、自分と傾向の違う男子と関われなかったりして苦労をする。で、これ社会出ても全く一緒。だからその勉強をめっちゃ頑張るっていうのもすごく大事なことではあるんだけど、そこだけが全てじゃないから、その自分のコミュニケーション能力っていうのも見極めなきゃいけない。これがちょっと人並みよりも劣ってるってなったら、そこを高める努力を10代後半のうちからしていかないといけないと思います。
別の動画でもいっぱい語ってますけど、もしこのコミュ力のところでかなり著しい苦手さがあるんだったら、それは発達障害の疑いがありますので、早めに精神科に行くことをお勧めします。私は30過ぎてから行きましたけど、もっと早く行った方が良かったと思ってます。で、繰り返しますが、死と娯楽という言葉が何十年か前ありましたが、私は五島志楽っていうのを提唱したいです。一日に努力できる、ガッと集中して努力できる時間を自分で決める。私はマックス5時間でいいと思って、ただ5時間がちょっときついんだったら4時間でもいい、3時間もいいでもいいです。自分が本当に集中して勉強に取り組める時間を設定するの、5時間で、その5時間はきちんと集中してやります。で、その5時間を続けた結果、入れる大学があなたの身の丈です。身の丈だから、その結果を受け入れるっていうこと。勉強っていうところでは自分はそこが限界だったっていうのをまず見極めてください。で、もう勉強ばっかりやるんじゃなくて、こっちのコミュ力を鍛える、伸ばすっていうところにそろそろ意識を変えていかないと、これからの人生は結構きついと思いますよ。もちろんこっちがいっぱいもう高いならいいんです。でもそうじゃない人もいっぱいいますよね。で、自分でそうだって思ってるんだったら、こっちを意識的に変えていかなきゃいけないと思います。頑張ってください。みんな経験してきたことなんでね、受験は。私も経験したし、応援してます。以上です。